私の夫はいつも優しく、仕事も助けてくれる理想の人。でも彼には別の女がいた。負けそう？不倫？だいぶ方向性違うね。バレてる。不倫漫画。今日も5時頃にお願いね。何も問題ありませんよ。お待たせしました。先生のおかげで一歩踏み出せました。何これ、教習所の先生ってさ、男性？気になる？え、沙和ちゃんも不倫してるかも。先生の隣だと安心できるっていうか。僕もそういうことあります。これ本当だったらすごいですね。先生、あの子に捨てられちゃったのかしら。漫画だよ漫画。フィクション。あれ実は、じゃあ敏夫君は不倫してるってこと？疲れ。面白い、連載いきますね。これ全部君の面白い。さて、夫はどんな顔をするのだろう。先生、私の隣に座っていただけませんか？